はい、スタートマーションご協力ありがとうございます。それではいきましょう。 GT クラスの第4ヒートスタートいたします。さあ、綺麗なスタートを切ってきました。第4ヒート1周目トップで帰ってきたのはカーテック2番佐藤選手。さあ、レース開始から30秒が経過したところ、カーテックには佐藤選手、1位を3後方にカーテックの丸山選手。さあ、この数回でトップ変わったカーテックの丸山選手がレースリーダー。コース右セクションがトップ争い、黄色いマシンとグリーンのマシン。丸山選手、これで4周クリア、ベストラップ12秒710。総時代向かって右から2番目の選手がトップを走る丸山選手、走行時間残り1分です。この周回12秒390まで上げてきた黄色いマシンが現在レースリーダー。さあ、このレースですね、2分間の中で最も多く周回した人はトップゴールというルールでですね、レースの方を執行しております。この2分間の中でね、どれだけ多く回れるか、予選の後はこのね、方式で行われております。そして予選結果をもとに決勝レース、このね、本日午後行われますので、ね、会場にいらっしゃる皆さん、ぜひね、決勝レースの方もコース外周でご観戦をお楽しみください。残り時間20秒。残り時間15秒。トップの丸山選手、現在9周目、まもなく計測ラインを抜けて10周になりました。5秒残して10周目、時間はここで2分経過、これより先ゴールとなります。2コースゴール、佐藤選手ゴール。5コース、4コースゴール、ベスト5中1コースゴール、全車ゴールです。トップゴールはカーテック4番丸山選手、入ってください。10周の2分8秒100でゴールです。第4ヒート終了です。